先日、ロイシキの6ヶ月オンライン講座のセミナー、先生から管理セミナーを開催したんですけど、まあ、早速いろいろ問い合わせとか、感想とかを頂戴してるんで、お答えしていきたいなというふうに思うんですけども、サトルさん、50代のサラリーマンの方ですけど、リタイア後を真剣に考えていると。そして、まあ、実際に軌道に乗せることができるかどうかっていうところですね。サラリーマンとして働いている中でっていうところですけど。はい、そういう考えで実績を出されている方いらっしゃるので、なんとかしようっていうね、意識でもあるかなというふうに思ってるので、はい。むしろ50代の方は本当にリタイア後のことを真剣に考えないと間に合わなくなっちゃうんですよね、いろいろね。当然、いい環境下にありますけど、この環境下がね、いつまで続くかって、保証は正直ないじゃないですか。まあ、基本的なね、手に入れるスキルっていうのが、目の前の売り方とかではなくて、もっと根源的なところのね、取得になるので、応用は効くと思うんですけど、まあ、流れとしてオンラインの、物販が伸びてる時期を逃す理由はね、全くないのかなっていうふうに思いますね。レイコさん、40代サラリーマンの方ですね。オンラインで習得できるということ、物を受け取らなくてもできるということ、みんなが01に抵抗しているということが参考になったと。あと不安になっていることは、01になった後の収益、まあ、自分次第との話で、まあ、その通りだと思いましたということでね。はい。この辺は実際にやってみていただいて、オンラインだけで。そうですね。01になった後の、まあ、実際そのね、仕組みをどうやって整えていくかみたいなところも、工夫のしどころがあるところなので、はい。人によって少しそのパース、最後の収益残すところって変わってくると思うんですけど、でもそれも実際やってる実感としては、こう、しっかりやっていって、少しずつ改善をしていって、ちゃんとやっていけば、どんどんなんて言うんでしょう、目に見えてというか、お金が残っていくというかね、収益が積み上がっていくのを実感できてるんで、そこは、ロイシキの、まあ、安定した収益が上げられるっていうところと含めて、すごいメリットじゃないかなっていうのは感じました。また、オンラインで習得できるとか、物を受け取らなくてもいいとか、ここどうですかってやってみて。僕は正直メリット、デメリットあると思っていて、メリットとしては、まあ、当然オンラインなので、自分が場所にこう制限されないですし、その自由が利くし、機動力高くいけると思うんですけど、デメリットとしてはやっぱりこう、実際に自分が物を見れないっていうところも、やっぱりデメリットとしては結構あるので、そこをやっぱりこう、どう工夫できるかっていう。まあ、でも、総じて、デメリットをメリットに変える工夫は、工夫次第でまあできると思うので、そこはいけるんじゃないでしょうかね。物販と言いながら物を自転車触ってないですよね。じゃ続いて、ケイジさん、30代サラリーマンの方です。他の販売者からロイシキが特に安定している、参入して障壁になる点が多く、長期で取り組むには最適だと思いました。ぜひ参加しようと思います。で、まあ、実地がないため、実地訓練ですね。実際に01になれるかどうかが不安ですけど。まあ、結構コード内のシミュレーションっていうのが、みっちりきっちりやっているので、まあ、それを見ていただければ、大概の方のパターンには、余るかなっていうふうに思ってますし、まあ、実際にね、トライして、ちょっと、こう、うまくいかなかったみたいなのは、全然チャットとかで、ね、あげてもらえれば、有効なアドバイスできると思うので、まあ、そこはね、そんなに心配いらないかなって思ってるんですけどね。では続いて、高平さん、50代サラリーマンの方ですね。70代の方でも実績を立てることが理解できた。01になれたらと思いますと。で、ど素人でもできるようになりますかってことですけどね。まあ、70代の方っていうと、本当に、ミンさんが70歳スタートです、ね。もう本当に6ヶ月後には月収300万超えてたっていうのがあるんですけども、はい。販売開始6ヶ月後ですね。3ヶ月後にはもう月収150万ぐらい超えてましたよね。でも完全に、ジンさんはど素人でしたよね。そうです。まあ、基本的にビジネス経験ない方から、プロにするっていうね、密度のプログラムなので、こんなこともやるんだっていうぐらいなこともね、講座の中に入ってるので、本当細かい名刺の渡し方とか、外注さんへの指示の仕方、基本とか、なんていうか、やり方じゃなくて考え方とかっていう部分にこう、掘り下げてね、提供しているので、一番この講座のポイントかなと思うので、はい、そこはご安心いただけたらなと思います。逆にど素人じゃない方の方が少ないんじゃないかなと。物販を経験した人のね、からが来るっていう方が。ひろかずさん、60代サラリーマンの方ですね。ノウハウを身につけて平均以上の生活をしてみたいと思いました。で、ちょっと聴覚に障害があるということなんで、コミュニケーションを何とかやっていけるかどうか気になりますと。ただ家族が協力できるのか懸念されますっていうね。ね、事例としてないんですけど、基本こう、うまく立ち上げてしまえば、あとは本当にメールとかだけでやり取りができるんで、まあ、ファックスとかあるんで、最初の取っかかりのところをするっていうのも、まあ、最初ね、メールだけでこうやり取り開始できるのもあるんで、ね、これまでの、多分生活の中でも、おそらくそこのデメリットの部分を、まあ、当然ね、乗り越えて、までやってきてらっしゃると思うので、まあ、そこのノウハウを逆に、落とし込んでいただければいいかなと。あと、家族の方がいらっしゃるってことなんでね、協力を得て役割分担をして、まさに、物販のいいとこって、自分だけができるわけじゃなくて、仕事が誰でもできることで A から Z と固まってるじゃないですか。だからそうすですぐね。外注はい。さんとかも見つかるんで、
そういう方々にお願いしたいとかね、それこそ家族の協力をしたり、まあ、現地に行きますかって、僕何にもロイ式自体は手足を動かってないですからね。でも、月収1000万行ってますからね。はい。続いて、まさとさん。続いて、まさとさん、30代、自営業者の方ですね。で、考え方次第で、遠隔地からでもできるっていう点が、なんとなく。あとは不安に思っていることは、展示会での交渉っていう。展示会での交渉っていう部分ですね。はい。そうですね。まあ、オンライン版の方は、リアルのね、展示会でのアテンドっていうのは、ないんですけども、まあ、それをするためのね、シミュレーションは、たくさんご覧いただけますし、で、実際に展示会で交渉してみた、皆さんの、その後のフォローアップの部分も含まれてるんで、まあ、おおむねそれでね、起こり得る事象は、網羅できてると思うんで、ですよね。で、それを見て、まあ、宮本さんやられてたんで、はい。特に問題ないかなと思います。そうですね。はい。まあ、展示会での交渉って言ってもですね、やっぱりこちらがお客さんなんで、絡みのところでしっかりと理解して、お話すればですね、こんなにこっちをもうペラペラ喋るようなね、ジョブズスピーチでこっち喋るような機会なんてないんで、どちらかというともうメーカーさんがバーって喋ってるのを聞いてる方が多いかなっていうのもありますよね、絡みのところだけです。あとね、効果的な質問じゃないんですけど、こういうことを聞けば、こういうことが見えるよみたいなね、うん、コツみたいなのはね、お伝えしてるので、まあそこをやると、プロっぽくって、まあプロに立ってもらうんですけど、プロっぽくね、振る舞える部分もあるので、はい。望む前の準備ってところですね。そこを大事にしてるので、やり方じゃなくて、はい、整える部分ね、何がいるっていうところをしっかりやってるんで、まあ準備さえしっかりしていただければ、何でもね、もう、怖いとこないんで。続いて、吉典さん、50代サラリーマンですね。とても興味がありますと。ただ、期間が半年間なので、安定する前に終わる感じがするんですが、継続や上位コースはありますか？はい、これはありますね。はい。ロイプロっていうものがありますよね、はい、この後の。はい。受講生だけが参加できる特別なコミュニティで、まあ今日時点でもね、多くの既存の受講生が参加いただいて、さらなる、これロイ式での拡大だったり、安定化だったりを図るべく、皆さん学んでいただいてますよね。すぐには必要ないんだけれど、大事なことみたいなね。はい。大竹氏とお伝えしたりとか、まあ日々起こっている、事象に対してアドバイスするようなことができるね、ありがとうございます。まあ、あとはでも、やっぱりこの12回の内容に全て詰まってるんで、結局、売上がうまく上がっていかないっていう人は何かが欠けてる状態なんですよ、この中でも。で、ここの12回の講義の中だけでも決勝1000万を確実にね、やる気になればいくんじゃないかなと思うんですよね。だから2回してほしいですよね。後半まで行ったら、前半大事だって言ったことが意味本当にわかるとかってあるじゃないですか。はい。そういう意味では、一度見て終わりではなくて、はい。何度も見ていただいたらいいかなと。